多数の重ね着をする十二単重ね着とは、衣服を重ねて着用すること、またはその状態。多くの衣服は重ね着することを前提としていて、どう着用する衣服なのかがわかるように、様々な呼び名が付けられている。一例を挙げると、最も体の近くに着用するものが、下着。最も体から遠くに着用するものが、外。 下着と外衣の間に着用するものが注意である。それぞれ複数の呼び名が存在しており、これはあくまで一例である。重ね着には様々な目的がある。ファッションとしての重ね着は近年ではレイヤードとも言われる。というのはファッション目的の重ね着ではよく見られる。よく見られるが、それ以外に意味のない着用方法とは言えない。例えば、 前開きの衣服を閉じずに着用するのは体温調整目的でも行われることがある。重ね着の目的の一つは立体感を演出することである。そのため重ねている様を見せることが重要となる。立体感を演出する理由は人間は平面的なものより立体的なものの方に現実味や親しみを覚えやすいからである。また外側が立体的に見えると 内側も立体的な肉体をしているという印象を与え、着用者の魅力を上げる効果があるとされる。アウトドアウェアの重ね着衣服の本来の着用目的であり、適切な重ね着をすることで、環境が体に与える影響を軽減する。近年では3つのレイヤーというものを定義する3、レイヤーという概念が一般的である。それぞれのレイヤーの意味を、 体に近い順に簡単に説明する。この3つのレイヤーは3枚の衣服を重ね着するという意味ではない。1枚で複数のレイヤーの役割をする衣服もあれば、一つのレイヤーの役割をする衣服を複数着ることもある。また、必ずしも3つのレイヤー相当の衣服を重ね着しなくても良い。例えば気温の高い夏場など、多くの人はミッドレイヤーを必要としない。 どの衣服を、いつ、どのように重ね着するかをルール化したものをレイヤリングシステムと呼ぶ。スポーツウェアの製造、販売している企業や軍隊などで提供されていることが多い。代謝を高めるために重ね着されるサウナスーツ体温を上げることで、新陳代謝を高めたり、意図的に肉体的、精神的に過酷な状態を作り出すために重ね着をする。例えば、 ボクシング選手が目標体重に減量、維持するために行う。ありがとうございます。